夏ですね、皆さん。夏といえば夏祭り。夏祭りといえば、山崎さんの焼きそばパン。重さがすごいの。出すのもちょっとね、そうたやすくはないですね。こぼさずに出せる？みんな。このもう袋に入りきらないぐらいの量の余白なんか作らせねえぞっていう、この証拠にね、ここ見てください、これ。宇宙船がぺーっと飛んでくるときに、こういう、ほら、展望室みたいなのがちょっと映るじゃん。いやー、こんなに焼きそばを入れてあるんですね、今時の焼きそばパンっていうのは。パンがさ、これ V の字になっちゃってるもん、ここ。紅生姜もちゃんとね、これペターっとくっついて、焼きそばパンっていう字面ね。まあ、確かに焼きそばの方がこう、面積的には多いわけですよ。まあ、字面の通り作ろうと思ったら、こういう分量になりますよ、だってね。まあ、じゃあね、今までの焼きそばパンは、字面で言うと、パンの分量の方が半々ぐらいだったから、焼きそばパンぐらいの感じでした。ね、覚えてない？じゃあ作りますから。ちょっと待ってください。じゃあ、パンと。僕ら小さい頃の焼きそばパンって言ったらこのくらいの感じだったと思いますよ。現代2017年の焼きそばパンはこうでございますからね。これは全く別物と言っていいんじゃないですかね。このくらいの量だと今思えば、焼きパパパンぐらいの感じでございますね。パンの割合が多いもん。これが1980年代ぐらいじゃないかと思われます。そしてまあ2000年代ぐらいになってきますと、こういった中央がですね、こんもり盛り上がったタイプの焼きそばパンが登場してまいりました。パンと焼きそばの分量がこのぐらいだとまあ半々と思われますので、焼きそばパン、焼きそば博物館にこう飾ったらいいんじゃないですか。これどうぞ、よかったら歴史を感じさせますよ、これ。まあ進化の方向がさ、こういう風にだんだん焼きそばが増えていくのにね、異を唱えたいと、これおかしいじゃないかっていう方もいらっしゃると思うんですよ。パンじゃなくなるじゃないかと、やっぱパンが食べたいんだ、焼きそばはあくまでもちょっとしたのり玉みたいなもんでね、トッピングなんだという方もいらっしゃると思ゃると思うんでね、そういう方のためにはこういった進化もあるんじゃないかと、こんくらいでもいいっていう方もいらっしゃるかもしれないね。名前的にはさっきの例でいくとヤパパパンぐらいの、いや、これはまあパンですね。まあメーカーの皆さんもね、どんどん研究を重ねて熾烈な焼きそば開発競争に拍車がかかってしまうとは思うんですが、それにちょっとこう待ったと、異を唱えたいという方もいらっしゃるかもしれません。例えば、このままいくとこうなるぞっていう器具をね、描いてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。これどうですか皆さん。もはやパンかどうかわかんないですね。パンが邪魔ですよ。食べやすいようにしようと思ったらお皿に入れたいもんね。はい。どのぐらいがいいかな。そうだな、ちょうどいいったらこのぐらいかな。いただきます。うまい。もうちょっと欲しいな、弁償が。美味しかった。じゃあ、山崎さんのはどんな味なのか。これはあれだ。おやつに回しますね。朝ごはん的にはごちそうさまでございました。これからご覧いただくボーナストラックなんですけども、去年か、一昨年か、もっと前か、ボツになっていたものでございます。どうぞ。今何時？2時40分でございます。これから寝たり、シャワー浴びたり、弁当作ったりしなきゃいけないんで、自分のまあ、朝飯をね、食べとかないと。だってこんなに起きてんだからさ、それなりに基礎代謝が上がってるわけでしょ。だからこれ食べようかな。夜中に食べたいよね。山崎、ビッグ焼きそばロール、夜中にぴったり、ボリュームたっぷり、出てこいよ。この汁取っとけってね、サマオくんに言われてるんでね、捨てたら部長怒られますからね。はっ、ある焼きそば畑からですね、一匹逃げ出してる感じの紅生姜、超魔界村か大魔界村にいるよね、こういうのね。中見るっていうの難しいと思うんですよね。ちょっとやってみるよ。でもやっちゃダメ、これは友達と分ける時とか、これはいけんね。なんかフライドポテト的なものも食べたいけど、夜中にそういうの食べちゃダメでしょ。だから、あっさりとサラダ風味のじゃがりこで、ナウシカがブーっと入っていくわけですよ。ポテトイン焼きそば。うまいわ、これ。これじゃますね。コンビニとか行ってですよ。メンチカツ美味しそうとかさ、唐揚げ美味しそうとか言ったらさ、もう歯止め効かないでしょ。夜中だもん。こんな時間だからさ、そこ行くとじゃがりこだとね、何本かの単位で、こう、煩悩と戦いますよね。いいですね、この、タン、スイ、カブツ。ん？カブツは二文字か。こんな時間にこんなの食べてていいのっていうのありますよ。だから、本当言ったらコーラ飲みたい。だけど体にいいものも飲みたい。そしたら気分さんが用意してくれたのがこちら。健康コーラ。健康とコーラっていうのは組み合わせられないっていうか一番遠いものじゃないですか。隠し剣鬼の爪、ピシピシ。いただきます。駄菓子屋っぽい。まあ最終的にはどっかでは寝るんだけどね。
まあ、睡眠時間のやりくりの話やね。やりくりの栗がさ、大体好きだもん。じゃあね、本当はティラミナスさんがさ、焼きそばパンで済むわけないじゃん。ペヤング焼きそば、ポテト焼きそば。焼きそば。温泉行きたいな。これが芋らしいです。これまだね、お湯染み込んでないから、感じとしてはじゃがりこなんじゃないかと思うんですよね、これ。ちょっと食べてみよう。じゃがりこの方が歯ごたえがありますね。まあ、でも、ふかし芋的な感じなんじゃない？まあ、至って普通で安心しました。いただきます。あ、なんだろう、ポテト見えないの。ポテトの味する。いたいた、ポテトいた。ちょっとこれあれしてこようかな。カリカリっぽいよ。塩を振って、ペヤングフレンチポテト、うまい、うまい。2個しかなくなっちゃって、なんかもうあん肝ぐらいの貴重な品になっちゃったね。まさにこいつです。あ、これだったらじゃがりこぐらいの方がいいのかもしれないな。うん、うまっ。このくらいやちょっと健康維持できないから。うまい。じゃあね、あ、ではこの辺で失礼いたします。日清大盛りデカ焼き。